する感じ、バックストレッチ誘導員をかわしました。3番武田です。4番の大内はどうするか。3番手の内側あたりにまだいるような感じ。後方からは1番の広田も前に上がってくる。4番の大内は内側に閉じ込められるような形になっています。ゆっくりとしたペース。3番の武田が前で待つような感じ。3番の武田先頭ですが、内から5番の桜井が4番手あたりに上がってきたか。3番の武田がもうここは腹を決めてペースを上げました。2番手9番の相原、3番手5番の桜井が追っていきます。バックストレッチ後方から1番の広田が自力でまくって4番手から3番手に迫ろうというところ、5番の桜井が合わせて3番手から踏んでいく。3番武田の先頭で4コーナーから直線、武田先頭、2番手から9番の相原伸びてくる。9番の相原抜け出したか。ゴールイン、最後は9番の